J-WAVE WOW MUSIC をお聴きの皆さん、こんばんは。藤原さくらです。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしています。11月のマンスリープレゼンターは藤原さくらが担当します。これを機にいろいろおしゃべりしてみたい人をお呼びして、お届けできるということで、私も聞きたいことが、質問したいことがいっぱいあるので、すごく楽しみです。今日はカーリージラフさんをゲストにお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。自分がデビューの時からずっとお世話になっていて、節目節目でいろんな機会にご一緒している方なのですが、なかなかがっつりとカーリーさんの音楽遍歴を聞く機会っていうのはなかったので、今日は根掘り葉掘り聞いてみたいと思います。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はカーリージラフさんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カーリーさんとはもう本当に長い付き合いになるので、はい、私が10代のまだもう赤ちゃんのような頃から、でもあれ高校卒業したばっかだっけ、多分したばっかりで、うん、初めての EP からご一緒してるので、うん、よく分かってない時期から一緒ですね、はい、よく分かってなかったよねそうですね。だからそこから考えるともう8年とかなるんですけど、ね、はい、なんかカーリーさんのこうルーツみたいなことだったり、うん、なんかこれ聞きたかったんだよなってことがいろいろあるので、うん、そういうお話をしながら進めれたらと思います、はい、まずは音楽的ルーツをお聞きしたいんですけど、全部自分でやられてるじゃないですか、うん、基本的に、ね、うん、カーリージラフとしてのアルバムだったり、うん、そのジャケットワークとかもやられてるじゃないですか。やってますね。すっごいもう全部ジャケットもおしゃれで、それもなんか美大に通ってたんですもんね。そうなんですよ。もともと僕ミュージシャンやる前は、うん、グラフィックデザインの仕事してたんですよ。そうですよね。だからそっちが本業だったっていうか。何歳からそうなっていったんですか？美術系の大学行ってたんだけど、はい、途中でちょっと中退しまして、でその中退したまんまそのデザイン事務所で働き始めて、バンドとかそういうベースは高校生の時からやってたんだけど、でも全然もうアマチュアっていうか、だから合間にバンドはやってたんですよ、気分転換に、はい、そしたらある時そのバンドがデビューの話が決まって、人気出ちゃって、それがロッテハッツってバンドなんですけども、それでデザイン事務所を辞めたって。なるほど。そうだから今でもそういうデザインものは自分でできるっていうか。このジャケットめちゃくちゃおしゃれだけど誰がやってるんだろうって気になって見たら、うん、カーリーさん自分でやってるんだっていうのでびっくりして。あ、そうなんですよ。あと全然言ってください、さくらちゃんのジャケットと。ねえ、そうそうそう、やりますよ。びっくりしたじゃあ初めて音楽触れたってなると、触れたのはそれこそ幼稚園とかね、うん、その頃とかに、僕子供の時オーストラリア住んでたんですよ。そうですよね。もう経歴が面白いんですよ、カーリーさん。いやいやいや、たまたま父親の仕事で、はい、子供の時オーストラリア行って幼稚園も現地校行ってて、はい、でその時に幼稚園で歌を歌わされて、うん、その歌がピーター・ポール・アンド・マリーの「パフ」っていう曲なんだけど、大好きです。だからそれを歌わされたの、でその時に初めてなんていい曲なんだって思いながら歌ってたんですよ、幼稚園で。本当いい曲ですよね。オーストラリアにいたからもう本当にそれこそカーペンターズとかエルトン・ジョンとか全盛期の頃で、はい、ちょうど帰る間際に日本にアバがもうめっちゃ流行って、もうオーストラリアはすごい流行ってた、特に。そうなんだ。一家に1枚絶対アバのアルバム全員持ってるみたいな。その頃は楽器とかはしてなかったんですか？全然全く、もう小学生だから。日本に帰ってきて、うん、それこそバンドブームみたいな流れもあったって感じなんですか？いやでも日本に帰ってきてもしばらく楽器とか何もやってなくて、中学の時も何もやってなかったんですよ。そうなんですか？僕中学の時サッカー部で。そっかでも中学のやっぱ後半になったら、まあ、音楽は好きだったんだけど、うんうん、割と中学の後半になってすごい意識的に聴くようになってきて、それで楽器を初めて買ったのは高校生の時なんですよ。そうなんだ。高校入ってからなぜかベースを買っちゃったんですよ。それはなんかこの人のベースがかっこいいとかがあったんですか？っていうよりも誰も周り持ってなかったから。持ってないですよね。だからギターとかドラムとか後からできるようになったっていうか、なんでベースがそうやって最初とっつきにくいかっていうと、うん、一人だったら難しいじゃないですか、うん、で小学校中学校でじゃあ楽器やろうってなったら、うん、バンド組まないとみんなで一緒にやったりできないから、ベース買って一人で練習してたら、はい、すっげえつまんねえと思って誰かとやりたくなりますよね。大失敗したと思いましたね最初に。最初はでも運指とかなんかまあ好きな曲をねちょっとコピー簡単な曲をコピーしたりとかして。何カバーしてたんですか？初めてね全部弾けるようになったのはね、ポーラノーツのね、はい、マンイーターっていう曲があるんですけど、それのベースをねやってコピーしましたね。もう曲を流しながらずっと合わせて。そうずっと練習して。だってミコピとかのもちろんだっていまだに譜面ちゃんと読めないから。じゃあその一人でやってた期間がちょっとあってからバンドって感じなんですか？たまたま同級生にグレース3のドラムの白根健一がいたんで、彼はもう中学の時からずっとドラムやってたんで。そっか同級生だったんですね。だから本当はドラムやりたかったの最初、だけど健一が先にドラムやってたから、だからドラム以外と思ってベースにしたんだけど、まあだからよく健一ん家に遊び行ってセッションってほどでもないけど音を鳴らしてましたけど、ただ周りに音楽の趣味が合う友達がそのドラムの健一以外僕誰もいなくて、高校の時はまともにバンド組めたことなくて。そっか。でも学園祭とかあるじゃない、コピー版とかみんなやってますよね。そうそう、だからそれ用にそれは学校の生徒と組まないといけないから、はい、クラスのやつ無理やり楽器やってるやつを集めて、でも選曲は全部俺が決めて勝手にこれ練習してこいみたいな。そうそうそう、これやろうっつって。何やったんですか？その時まだ下手くそだったからパンクしかできなくて。パンクもうクラッシュとか、そんな感じですね。なるほどなるほど、そんなカーリーさん、カーリーさんといったらやっぱ洋楽のイメージがすごいあったりね、英語で歌われたりしてるんですけど、邦楽で選曲していただきたくて。はい、選曲しましたよ今日。何でしょうか？いやそれがね千秋直美さんの「喝采」っていう曲なんですけども。大好きです。あ、大好きですか？オーストラリアに住んでた時に父親が割とジャズが好きなんですよ。だからジャズのレコードすごい家にあったんで、なんだけどたまたまなんか父親がオーストラリアに行った時に珍しく日本語の曲を聴いてたのね、それがその千秋直美さんの喝采だったんだけど、そのアルバムが実は当時多分シンガポールエアラインかなんかの、CA さんが世界中のヒット曲を歌うっていう企画のアルバムだったの、ね、CA さんがですか？そうでアルバムの表紙が多分 CA さんの写真なんだけど。すごい。どういうことですか？でその中に千秋直美さんの喝采が入ってたんだけど、シンガポールの CA さんが歌ってるバージョンってことですか？そう僕はやっぱりこう日本語の曲に反応しちゃったのね。オーストラリアに住んでたから、あれこれ日本語で歌ってると思って、で聴いていくうちになんかすごい好きになっちゃって。その頃って日本語も喋れたんですか？カーリーさんは。もちろんもともと日本生まれだから。あ、そっか。そうでオーストラリアに幼稚園の時引っ越したから、まあ日本語と英語両方なんだけど、でも普段さ日本語の歌って聞けないから、千秋直美さんの歌聞いた時に日本語で歌ってるから、ドッキリびっくりしちゃって、それでちょっと思い入れがすごいある曲っていうか。でもその CA さんのカバーバージョンだったけどなるほど。だからね面白いですね。しばらく経ってオリジナル聞いたらちょっと微妙にアレンジが違ってあれでもちょっと違うなって思ったんだけど、CA バージョンがやっぱ CA バージョンがやっぱ僕にとってはオリジナル。それ本当聞きたいですね。そう俺もちょっと探して聞きたいんだよね。私もでもこの喝采は大好きで、うん、初めて曲聴いて泣いた曲かもしれない、うん、ああなんかわかる。でもその感じもちろんその誰かが亡くなって、それでも私はステージに立たなければいけないっていう感情が全く分かんないはずなのに、うん、映画を見た一本見たような、うん、ぐわっと世界にこう引きずり込まれるような歌ですよね。わかる。僕もだから幼稚園だからよく分かってないんだけど、はい、でもなんかそういうこう暗さと切なさがなんかある不思議な曲だなって思ってて、